田中がスターティングイレブンで出てきます。鈴木、上村、そして中盤に伊藤、広永、森岡、菊池、利美、中田、トップは松原と城です。リザーブです。白井、秋葉、道木、下田、遠藤、フォワードの選手が入っておりませんが、まあ、この試合はこれでいくというのが西野監督です。イラク行きます。さあ一方のイラクです。ご覧いただいて9番の選手ミッドフィールダーですが、アルシャニーン、チームでは2得点、そしてフォワード10番カハタンドレインが3得点、この2人要注意、そして8番の選手も要注意です。リザーブです。ナセル・アルワン、さらにフサム・ナジ、モハメド・カリム、ケース・フセイン、サード・ジャミール、監督はアンワル・ジャサムさん。今日のレフリーです。今ちょうどセンターサークルに立っていたタイのピロムさんです。ラインズマンは手前がシンガポールのサリキン・サルカウィさん、エクアドルのアンダーセブンティーンで昨年ラインズマンを務めた方、そして向こう側がスリランカのウケラマ・トゥンゲさんです。コイントスに勝ったイラクがボールを取りました。気温28度、湿度 86% がちょうど1時間ほど前の状況です。さあ蹴ってくるんではなくて、加藤さんちょっと回してきましたね。そうですね、まあ、これがイラクの一つの特徴でもあると思うんですけど、非常に日本に近い、パスワークを重視した組織的なサッカーをしてきますね。この9番が要注意、アルシャニーン。最初のボールタッチ川口。今日は午後3時からかなり激しいスコールがありまして、硬かったこのピッチがだいぶ滑りやすくなっているかもしれません。加藤さん、コンディション的にはこの芝自体はどうですか？そうですね、今最初 の, バウンドを見たときに、やはり非常にワンバウンドが滑ってましたので、やはりまだ多少影響あるように思いますね。回します。イラクボールです。ちょっと足を痛めましたか。この3番がアバス・ホダン、まあ、練習で何度か我々も木陰から盗み見るようにして選手の特徴をつかもうとしましたが、広永、サイドを使ってきます。最初のイラクのチャンス、しかしサポートの数はさほど多くありませんでした。左を使われましたが、日本チームの今の攻撃に対する対応、気分的にはどうですか？そうですね、まあ、トップの10番カータンドラインに対してかなり厳しいマークしてましたから、それで向こうも出すとこなくという感じでしたね。広永、森岡を使います。西野監督が期待しているガンバの森岡、このオリンピック予選の一次予選の最初のゴールはこの人の足から生まれました。イラクが割に引いてますか？そうですね、立ち上がりは少しプレスかけたようですけど、今やや日本に押されている感じですね。日本ボールです。中田も心配された左の足首の靭帯、その後順調に回復しているようですが、上村、森岡と、ちょっとこれは気持ちが通じませんでした。他のチームの偵察をした日本協会の
まあ、関係者が日本チームの集中力が他のチームに比べて少し少ないんじゃないかという心配をの試合前ですね、昨日おとといあたりしてたんですが、はい、この試合が始まってから4分そんな心配はありませんか。そうですね、かなり役割分担が明確に決まっているようですね、田中上村のクリアです。左を盛んに使ってくる日本ボール。このイラクチームは本来のキャプテン6番をつけているエサム・サレムという選手が累積警告で出場することができません、まあ、これも日本にとっては相手の力が少し落ちるということで多少、まあ、いい材料ではあったわけですが、それにしてもイラクの選手たちの個々の能力は加藤さんかなり高いものがありますね。はいですね、非常にバランス取れてますね。また森岡を使います。松原へ届きません。さあいい形ができるか、狭い局面だ。今度は開いてきた松原だ。広永、いや上村です。ようやく日本が組み立てようという気持ちが少しつながってきました、ね、はい、今非常に中田君がねいいプレスからボールを奪いましたね。この上村は、まあ、元来代表チームを最初に構成した時のメンバーに何度も入っていますが、今回のチームでは怪我人の関係もあって後から入ってきました上村。しかしそのディフェンス能力は非常に高いものを買われています。まあ、今日は7番のですね、アミル・マハさん、彼のマーク役を多分言われていると思うんですよね。非常に運動量多いんで大変だと思いますけど。中田に対するファウルです。日本ボールのフリーキック。さあ日本最初のセットプレーですが、ゴールまではまだ30メーターはあります。蹴るのは菊池、ファーサイドの人が2人、ジョーと松原でしょう。広永も入っていきましたが、加藤さん今の狙い、はい、まあ、おそらく意図的にキーパーとバックラインの間にストンと落とそうと思ったんでしょうね。左のウィングバックの仕事ができる選手にはこの他に道木がいますが、道木がまだ左の太ももが完治しておりませんで、先のことも考えて、そしてこの菊池の持ち味のことも考えて、西野監督左に菊池俊美を置いています。まあ、ジュビロの服部も怪我で今日はベンチにも入っていません。まあ、こういった両ウィングバックがちょっと違うということでね、ええ、まあ、相手と、まあ、3-5-2 的で向こうも戦ってますから、まあ、がっぷり四つという感じですよね。前半の7分を回っています。日本はまだシュートはありません。ここまで見てますと加藤さん、イラクがですねかなり長めのボールを使ってますね。そうですね、やはり中盤でのプレスが日本が非常に速いので、やはり10番のカートアンドラインに当てていくような作戦だと思います、ね、なるほど、ジョーを使いました。よく戻りました。3番の鈴木、
8番の今ボールを出したアバスダシンも要注意ですが、まあ、彼はあのトレーニング中も非常にスルーパスを再三狙ってますんでね、まあ、この選手は本当にあの要注意ですね。小柄ですけどなんとなく練習の時も面倒くさそうにする選手ですが、どちらかというとその職人タイプというんでしょうかね、はい、大事な時にいい仕事をしてなんか人気や評判だけをさらっていくようなタイプの選手です。日本は上村からの長いボールが少し目立ちます。パタンドレインからアバスジャシン、中田、森岡、放り込んできた。初めてのそれらしい形のセンタリングになりましたが、さあ今度は逆にディフェンス戻る。シャビのプレーを使いました。イラクモハナド・ナイーム、当てるフダイルからもう一度モハナド・ナイーム。この今ボールをはたいた16番、今手を挙げた選手ですが、この選手のポジションに本来のキャプテンエサム・サレムというのが入る。イラクがフルメンバーです。中田、もう一度当てるフダイル、まだ共にシュートらしいシュートはありません。1分を回っていますとホイッスル、あ、イエローカードが出そうです。イエローカードが出ました。3番の鈴木にイエローカードが出ました。まあ、ちょっとこの倒れた後ですね、蹴りにあの、はい、ちょっとラップレーですよね。さあ放り込んでくる、キュビングだ。危なかった日本。前半の11分です。加藤さん、こういうふうにあのカッカさせられてしまうというのはその受注に入ってしまいますから。そうですね、やはり冷静に戦っていかないといけないですね。まあ、特にまだこのグループ内ではこの試合を含めて3試合ある。イエローカードが2枚になりますと、通算で2枚になりますと次の試合に出られなくなります。松原、厳しい見方をすると加藤さん、少しですねここつながなきゃいけないというところで何かボールのコントロールがうまくいってないようなところがあります。そうですね、あのちょっと前線の動き出しとパスのタイミングが合ってないんですね。ジョー、第一線の硬さという言葉で片付けていいんですか。というよりあの松原君とジョー君の2人のツートップがですね、はい、ちょっと早いっていう感じがするんですね、タイミング的に。さあ日本の最初のコーナーキック、中田、ミドルシュート、福地のミドルシュートでした。さあディフェンス要注意です。よくタックルに入ります。顔によくタックルに入りましたが、ボールを蹴り出して、田中君ナイススライディングでしたけどね、顔のあたりでしょうか。7番のアーミル・マハさんの左足が入りました。そしてアーミル・マハさんの方も倒れている。田中も故障から治ってきたばかりで、この選手がいるいないは加藤さん、日本にとってはかなり大きな影響がありますね。まだ共に得点はありませんが、日本の田中がさあ今担架に乗るところ、7番のアーミル・マハさんも同じく担架でタッチラインの外に出ます。このスライディングタックル自体は本当に、あのパーフェクトだったんですけどね、はい、ちょっと
左の膝ですかね。そうですね、日本の選手は、まあ、この状況ではまだ交代についての考慮はないと思いますが、ディフェンスは白井、秋葉、三木と3人入っています。リザーブの選手、アーミル・マハさんが先にピッチに戻ってきました。イラクは戻りました。そして今田中が戻って、お互いにこれで11人と11人です。どうも日本のまだ正確なつなぎが見られません。広永のファウル。この8番のアバス・ジャチン、今 の, そのボールコントロールなんかも非常にうまいですね。そうですね、まあ、ここでは彼を含めたフリーキック、それからあの今後方から上がってきた5番のサディク・アブドゥール・リダーですか、はい、彼の左足ですね。この5番のまだ映っておりませんが、サディク・アブドゥール・リダー、ロングシュートがありますが、今のは4番 の, あのハリド・サバルの方ですね。彼は右足ですね。蹴ったのはハリド・サバル。川口は落ち着いていました。15分を回って両チームともに得点はありません。日本の方が持ち味をまだ出し切っていない。になりきれませんでした、まあ、今のように中盤で取れた後ですよね、それがそのどうしてもトップにくさびがなかなか成功しないですね、はい、もう一度あっとこぼれ球、裏へ出るか、ミドルシュートだ、ヒットせず。森岡の上がりといいところにボールが来ましたがヒットせず。相手のミスもありましたが、加藤さん、こんな風にあのポストを使ってつなげたのは初めてでしょうか ね, そうですね、あの今のも中田君から松原君ですね。両チームまだ得点はありません。スペースへ出してきました。そこまで上がってきたのは右のウィングバックのアデル・フダイルです。まあ、彼も攻撃参加非常に得意なプレイヤーですからね。この2番のアデル・フダイルと4番の菊池富美のお互いにどちらが前に出るかという駆け引きもありますが、イラクはこの中盤になってからは加藤さん、手前側のタッチライン沿いの攻撃がちょっと目立つかというところですね。はい、そうですね。まあ、一次予選でもやはり右サイドからの攻撃というのがあのどちらかというと主体でしたので、ね。あっとあの今のようなその上村君がパスを探すような状態ですね、これがやはりあのツートップと の, そのボールの受け渡しに問題があると思いますよね。はい、この長いボールイラクは使ってきます。森岡から中田へ、もう一度サイドを使う中田、日本ボールです。この放送席にいるだけでも動いていないのに汗が出てきますから、この選手の体感量は相当高いと思いますが、これはゴールキックです。日本のそれらしい形があったというのは1回、2回、3回あったかどうかというところですが、
まあ、イラクの方もセットプレーからのシュート、川口が掴んだのはありました。その他にはきっちりしたシュートという形はありませんが、しかしイラクの方がどうでしょう、加藤さん、6-4でちょっとイラク有利でしょうかね、今。そうですね。とミスになった、あ、これはピンチしのぎました。足元が滑るのがなんとなくこれで分かりましたが、さあ要注意だ、よく寄せていました上村。7番のアーミル・マハさん、先ほど田中と接触プレーのあった選手ですが、コーナーキックです。初めてのコーナーキック、この最初 あのイラクのコーナーキックは日本は注意していますね。下が決まって滑りやすくなっています。バーランのスタジアム、このガンの左下、いい速攻ですね。選手が一人待っています。さあクリーンになった、キーパー出てきた、浮かした浮かした、ゴールが、ゴールが外れました。まあ今のは決定的でしたけどね。松原絶好のチャンス逃しました日本。完全にフリーの形になって、そうですね、ここでキーパーをちょっと見過ぎたっていう感じもしますね。まあ、それだけあのステイン・アバスもいいタイミングで詰めてきたということもありますけどね。ちょっとインにかかりすぎましたか。そうですね、自分では乗せたというつもりあるんでしょうけどね、ちょっと出てきましたね。ただ今の速攻は素晴らしかったですね。またアーミル・マハさん、アーミル・マハさんのシュート、このオリンピック代表チームでは15番のサム・マジという選手がいますが、この選手の控えに甘んじていた選手。ただ今のもそんなにあの振りは大きくないんですけど、非常にシャープなリリースでしたね。互いに惜しいチャンスを逃しました両チーム。まあ、イラクはこういったミドルレンジからのシュートというのは非常に一つの武器になってますね。これについては加藤さん、あの日本の代表の関係者もよくそのイラクの攻撃のパターンを読んでいて、ミドルシュートに注意するという感じに非常にこう細かい注意がありましたよね。はい、またアーミル・マハさん、アルサニン、日本ボールのゴールキックです。日本に比べて加藤さん、イラクの方が両サイドをよく使ってるんじゃないですか。そうですね、ツートップのボールの引き出し、その7番の非常にあのアミル・マハさんとその10番のカータンドライですね、この2人が非常にあの左右へ流れながらボールをうまいタイミングで引き出してますよね。はい、これに対して日本の方は森岡がかなり右サイドに上がっていきますが、手前の菊池はほとんど上がらない状況。日本ボールです。それにしても先ほど惜しまれました松原のフリーでのチャンス、ああいったそのチャンスに加藤さん、一つ取れないでそのまま行ってしまう、他の選手に与える影響ってのはあるんですか。そうですね、まあ、まだあの前半の最初のチャンスだったので、ね、まだ大丈夫だと思いますけどね。今度はジョーダ、外へ選手が一人流れていく、シュートはまだチャンスがあります。菊池が、まあ、早いですね。逆にカーターンドレイン、この選手は得点力があります。
ミドルシュート。今シュートを放ったのが8番のアバス・ジャシム。まあ、今のような攻撃が非常にそのイラクの特徴的な攻撃のようにも感じますけどね。まあ、今日本がチャンスになっている形っていうのはほとんど相手ボールを中盤で奪った後なんですよね、はい、少なくともあの広永より前で奪わないと今のいい形に従っていません。で逆に一番攻撃としてもったいないのが今のような後方から の, あのトップへのくさびですよね、はい、これが成功してないですね。まあ、これまでの練習でもくさびのプレー、ポストプレーといったものが加藤さんちょっとこう問題があるんじゃないかと見てましたが、そうですね、左右を使うというトレーニングが非常に多くなされたと思うんですけどね、まあ、人体損傷で小倉がいないということがポストプレーのできるプレーヤーという意味で言いますと一つ日本五輪代表にはハンディになっている向きがあります。それとですね、やはりあのジョーに対するあの必要なマークというんですかね、それもすごく感じるんですよね、まあ、それだけ逆に言えば日本のチームも研究しているということじゃないですかね。寄せていったジョー。25分を回りました。西野監督からキャプテンに指名された川口です。前園不在のままで戦っている日本五輪代表、繋いできます。中田した、さあ外に菊池が待っている、その菊池行った、菊池のシュートは反応しきれませんでした。日本ジョーのプレーちょっと後ろに出てしまったのが残念でしたね。しかしいい形を作りました、はい、あのディフェンスの足に当たった分だけ合わなかったんですね、はい、いい形を作りましたが少しずつどうでしょうか加藤さん、日本兆しが出てきましたか。そうですね、今のあの攻撃にかかる時のスピードっていうのは素晴らしいと思いますよね、特にその前に中盤でよくボールがつながりました。菊池がここへ来て2度3度と8段上に上がってくることができるようになりました。逆ボールです。この湿度ですと加藤さん、普段よりも少し早めにあの疲労が来る可能性あるんでしょう。そうですね、いますね。そろそろ要注意の時間です。片やイラクの方はこのボールはイラクボールになりました。イラクボールのフリーキック、ボールを蹴るときに日本にファウルがあったという判断です。この辺からも4番のハリドサバル、先ほどのシュートもありましたね、右足の、あるいはあの左足5番ですね、サディク・アブドゥル・ギダ、この2人ありますからね、十分シュート圏内だと思いますね。この時間から先で取られると日本にとって非常に苦しくなります。要注意。前半27分、雨が降ってきました。加藤さん、雨ですね。珍しいですね。さあこの雨というのは果たして日本とイラクでどちらにどういう影響をするんでしょうか。まあ、簡単に右左とは言えないかと思いますけれども、イラクのチームより日本のチームの方が雨には慣れて、そうですね、いると考えていいでしょうかね、はい、しかもあのこの芝は国立競技の芝と非常によく似ていて、かつてのムルテカスタジアムのようなやや平べったい、ほうれん草のような芝とはちょっと違います。サイドをえぐってきた、センタリングだ、濡れてストップした、シュートだ、こぼれ球、日本決めました。日本1点を先制。ジョーですね、今度はしっかりと当ててみせました。日本は雨の中イラクを相手に前半の28分、上昇寺先取点を叩き出しました。この広永君のシュートね、よく詰めましたね。実に上らしい得点ですね。まさに雨がどちらに味方をという話をしている最中のプレー、
まあ、それも右サイドからの日本の攻撃でしたね。これで日本としては非常にさらに集中していける、まあ、基礎ができました。先ほどの松原のフリーで外したのがすっかりこう記憶から消されるはずですが、ホイッスルあってイラクボールのフリーキックです。まだ雨がかなり激しく降っています。中田スペースへ出す、松原行きます。まだ松原追っている。ついているのは4番のハリドサバリ。日本ボールです。加藤さん、不思議なもんですね、この1点で日本が全然ムード変わってきましたね。それとも雨で生き返ったんですか、ね、雨ですか。日本5人入ってきました。曲げてきたヘディングシュート、当てたのは松原だったと。松原君ですね。マレーシアに駐在する日本からの駐在員の方の家族など相当数数千人の日本の応援団が入っています。シャーラムスタジアムです。アミズマハさん、体をうまく使った、いいボールが出た、繋いできた、中田に来る、さあ中田が行く、一人向こう側に待っている、一旦切り返し、繋いでいく、まあ、普段の中田君だったらおそらく切り込んでいってシュートまで持っていったと思うんですけどね、まだその意味では 100% ではない。そうですね、まあ、ああいった状態でグッと踏ん張れるかどうかっていうことになってくるとまだちょっと痛みもあるかもしれないですね。足首にはおそらくテーピングがされているでしょうから、いつものようなこの柔軟な足の使い方で相手の裏を突くようなそういったプレーにはちょっとまだ遠いかもしれませんが、中田今度は右を使ってきた、これは長すぎた、中田が反省して右手を上げました。ただ今のような狙いは本当にいいと思うんですよね。止めて蹴る止めて蹴るではなくてダイレクトが入っていました ね、 ですね、はい、ですから前園君の代役よりはもうむしろ今のこのチームでは今中田君は非常にフィットしてますよね。森岡、まあ、加藤さんもかつてこういうふうにマレーシアの地でサッカー場はおそらくフルデラだったかと思いますが、日本が先に点を取った時のこのワクワクするような感じ感じられますでしょう。そうですね、特に今日は日本のライブ応援団が、はい、くださってますからね。イラク相手に日本が28分以上の得点で先制しています。さあまたスペースへ出してきた、今度は松原でしたが広永、日本チャンスが続いている。1点を取った後日本が非常にこれはファウル、日本のファウルです。アリシャニーに対するファウル、まあ、彼もね予選では得点も上げてますけれども、このこちら来てからはちょっと怪我をしましたよね、はい、クロスボールを放り込んできました。もう一度アデルフダイブ、アデルフダイブ、シュートのレンジ入ってきた。まさにこのペナルティーエリアの外側から盛んに打ってきますイラク。まあしかし日本が少しオタオタしていた時に比べますと日本の方にニトリが出たせいか、加藤さん、イラクよりも日本の方が柔軟なサッカーをしているように見えます。そうですね、逆に攻撃にかかる時のスピードアップというのは日本の方がいいような感じしますね。上村、この上村からのボール、加藤さんがちょっともったいないと評価されたボールですが、この上村、西
ソンのファウルです。サイドを使ってきます。日本ボール。今度はアリ・サミンがファウルを取られました。まあ、いつもですと中田へのこういったボールに対する反応というのが日本の代表の中でのコンビネーションいいはずなんですが、中央を使ってきます。広永、もう一度広永へ長いボールを送る。松原が行きます。松原回り込む。コーナーキックです。日本のコーナーキック、日本のコーナーキック、これが2つ目になります。まあ、今のボールコントロールが相手の背中を取るようなね、素晴らしいコントロールでしたからコーナー取れましたね。中田は右で蹴りますから、これはイラクのゴールから逃げていくようなボールになります。まあ、ヘディングにはしやすい、あるいは攻めやすいボールにはなるはずですが、曲がってきた。飛んだ。オーバーヘッドだ。ミドルシュートは、さあ逆に今度はピンチになる。日本戻ります。懸命に戻ります。プレッシャーをかける。インターセプト。あっとこれはまたアミール・マハさん。さっき戻ってきたのはジョーですか。そうですね、ードで、はい、いやー、1点が選手のその気持ちもガラッと変えてくれますし、能力発揮にも非常にいい影響を残します。35分を回りました。日本1対0とリード。上へ中田と後ろから引っ掛けられた。日本ボールのフリーキックです。ボールの蹴り出しの位置が違うというタイのピロムレフィーの指示。イラクの方が加藤さん、あの9番のアリ・シャニーン、8番のアバス・ジャシム、はい、この2人があの途中15分過ぎぐらいまでの勢いがなくなってきましたね。そうですね、あのやはりアリシャインの方がですね、あの足のせいなのか少しあの運動量が落ちてますよね。あ、おっと日本ボールを取りませんでした。ラインズマンが日本サイドのボールと言いましたが、このタイのピロムレフリーはイラクボールのフリーキックを取りました。得点日本1対0とリード。これもイラクボールです。さあ倒れた、ちょっと足を痛めました森岡でしょうか。菊池クリアボールは出ません。よく戻りましたね。うまく体を入れましたが、これがまた相手ボールに。広永うまくつなぎます。伊藤、さあまた松原だ。ジョーが来る。コーナーキックです。まあ、今のこちらの自陣のペナルティーエリアでクリアしたのもジョー君ですけどね、それから今ゴール前まで 80m ぐらい詰めていましたね。はい、日本チームではこのオリンピック予選では今水を飲んでいた松原が5得点と最も得点の多い選手。今日のしかしこの前半の1点はジョーです。中田ファーから来る。38分です。この日本代表は92年から毎年の
94年から毎年のようにこのクアラルンプールでこの時期に試合をしてきました。それだけ入念な準備を行ってきた日本チーム。オフサイドです。日本ボール。オフサイドは今日初めてですか。そうですね、初めてですね。イラクが長いボールを使っていたこともありますし、初めてのオフサイド。38分を回っています。日本1対0とリード。上村、上村からの長いボールはあまり効果的ではありません。この後相手のボールをインターセプトしてそこから始まるという日本の攻撃のパターンです。逆にだ、日本下がります。イラクが回してくる。ミドルシュートがある。イラク、ミドルシュート、よく抑えました。川口、この日本のオリンピック代表のゴールキープの練習で加藤さんもちょっと話聞いておられたと思いますが、ちょっとでもそのボールをしっかりキャッチできないと何度も何度もやり直しを練習させたそうですね。はい、こういったケースで今のような川口がしっかりキャッチしませんと、後で詰めてきているフォワードの選手に押し込まれてしまいます。依然として日本1対0とリード。どうですか、顔を見ていて。ああ、もう自信満々という感じですね。まあ、しかしイラクと聞いただけで加藤さん、はい、なんとなく1対0という点で安心しちゃいけないんですよね。そうですね、まだ前半ではありますが、日本雨はまだ寒暖なく降り続いています。12番のガンバの森岡、後ろからちょっと体を寄せられました。今の松原、エスパルスの松原です。抜けてきた、抜けてきた、中途にエリアに来た。今のも決定的でしたけどね、松原君ですね。大事なところでのミスでした。ここ得意のプレーから初めて伊藤があの位置まで来ました。素晴らしいあのコントロールでしたね。ずっとむしろあの広永の方が左サイドで前にかかることが多くて伊藤は自重しておりましたが、その伊藤が素晴らしいプレーを見せました。左を使われました。日本はディフェンスが5人、相手は3人です。真ん中に来た、ファイ来た、川口、ナイスキーパーですね。キーパーへの後ろからのチャージ、日本ボールの関節フリーキック、川口の背中当たりましたが大丈夫。ハイボールに対して、まあ、あの初めて自分のチームゲームで守った頃の川口は少しこう自信のないような感じがありましたが、はい、まあ、今のような、ね、下がりながらのボールも正確にキャッチしてますしね。またあのクロスボールに対するトレーニングというのも相当積んできたと思いますね。42分です。残り時間はあと前半3分少々、ロスタイムを入れても3分少々でしょうか。14番のハイデル・マジード、サディク・アブドルリーダー5番。イラクが押し上げてきます。日本要注意です。チェックに行く選手がちょっといない。シュートだ、こぼれ球だ、よく抑えた、よく抑えた、よく抑えました。今のは勇気いりましたね。今のプレーでした、はい、ナイスキーパーですね。もうちょっと逡巡したらやられてましたね。川口の勇気あるプレー、もう思い切った決断ですよね。だからもうボール取ったら離さないという、彼の気持ちが伝わってきますね。残り時間があと
手元の時計では1分半で前半最後まで頑張ったのがちょっと足の故障に本来の力ではないでしょう。9番のアリシャニー森岡松原を使う次は中田です。日本ボールのコーナーキックいい時間帯で日本コーナーキックを得ました。あの本当にイラクの、まあ、ある意味でのウィークポイントと言われている左サイドをですね、あの必要に日本もついてますよね。特に中田があの意識して左へうまくボールを回してる、はい、ですからあの本来リベロのハリド・サバルですか、4番の選手がだいぶ引きずり出されてますよね、さあファーポストに入っていったのが上村ボールがまだ戻ってきません。日本にとっては急ぐことはありません。松原がゴールの前にいます。とこぼれ球まだ相変わらず雨は降っているイラクボールです。手元の時計はあと10秒です。前半1対0日本リード。こういう時間帯要注意です。セーフティーファースト さあボールは生きている突破にかかる中田スクリューレヘディングシュート。ああ欲しかったですね今のは。外れました日本のヘディングシュート上。素晴らしい中田からのボール。素晴らしいボールでしたね。最高のタイミング。タイミングも悪くありません。50センチぐらいですかね。激しい雨の中で最後前半の日本の攻撃。これもしかしあのパー狙ってるんでしょ。そうですよ完全に狙ったんですけどね。さあ逆にイラククリアです。ポストになったジョー、あっとジョーが頑張る流しました。菊池がスペースに入れた。これもフリーになった。松原打った。こぼれ球もう一つ打った。外れた。また外れました。いや今日の松原の足には神様がついていない。決定的でしたけどね今のも。松原には今度こその思いがあったと思いますが、まあ、この最初のボールは、あの抑えてよく抑えてました、はい、この後でしたね、ロスタイムを1分40秒取っています。日本のコーナーキック1対0と日本リード。先ほどの45分にかかるところの松原のシュート、これが入ってればというね、さあ日本まだチャンスがあります。真ん中へ来た。もう一度コーナーキック。日本ボール。前半1対0とリードして日本追加点のチャンス。広永、松原、今度はつないできます。菊池入れてきた、まあ、ミドルシュートのレンジ。伊藤、森岡、スペース入った。イラククリアです。日本ボールのスローイン。ロスタイムを3分近く取ります。日本が圧倒的な攻勢。だいぶイラクの選手も消耗してますね。そうですね、日本の選手も消耗はしてるでしょうが、心身の心の方で日本の方が少し上回っている感じです。ホイッスルありました。イラクボール。ここで前半の終了。1対0、前半の28分に日本が1点をリードして、
森岡が微笑みながら控えのベンチのドレッシングルームの方に向かっていきます。加藤さん、はい、ちょうど雨が降り始めてから日本の方に流れが傾いてきた。そうですね、まあ、本当に勢いのあったいい攻撃になりましたね。特にあの序盤始まってからイラクは最初自分たちのエンドで回すようなボールから長いボールの攻撃があった、はい、それがだんだんに中盤の選手たち、特に8番のアバス・ジャシム、それから9番のアリ・シャニン、この2人と右サイドのトップのアーミル・マーサンにですね、かき回されて非常に危ないシーンがありましたよね、はい、そうですね、まあ、そこをあの持ちこたえたことによって、まあ、中盤でボールが奪えるようになりましたよね。まあ、そしてそこからの速い展開、そしてスピードに乗った突破ですね、はい、これが非常に効果的でしたね。そのイラクの攻めが雨が降り始めた前半の25分過ぎだったでしょうか。一転して日本のムードに変わって中田から出たボール、まあ、これが、まあ、松原にもいいチャンスもありましたけどね、はい、3点ぐらいあったんじゃないですかね、はい、しかし日本はこのジョーの得点からあっという間に流れをつかんで日本ペースに持ち込んでいきます。相変わらず散々な雨が降っていまして、通常この私どもが経験しているマレーシア、クアラルンプール周辺の雨は一度加藤さん夕方降ると、はい、もう降らないと信じてるもんなんですかね。そうですね、まあ、特に今の時期はあのこちらでも雨の少ない方ですからね、はい、さあそれではどうやら地元のテレビ局国際映像が前半の振り返り映像をご紹介できないようですので、ここで日本のポジションのフォーメーションを見ていただきながら加藤さんと前半を振り返ってみたいと思います。日本は 3-5-2 という形を作っています。ジュビロの田中5番と3番ジュビロの鈴木、それからサンフレッチェの上村でディフェンスラインを組んでいる、はい、この3人の役割というのはどういうふうに考えますか。そうですね、まあ、今日の場合はやはり相手の、まあ、エースであるトップのですね、10番のカーターンドライン、はい、彼をもう鈴木くんがマンツーマンでついてますね、まあ、そして上村くんが逆に7番のアミール・マーさんですね、はい、彼とマッチアップになっていると、まあ、こういった、ガチガチの2トップです、2ストッパーですね。そしてその後ろに田中がいて、あ、ここで出てきましたね。また前半の振り返りの映像は別途ご紹介することにしたいと思いますが、中盤の底、広永と伊藤、この伊藤と広永の今日のバランスはどうですか。そうですね、予想された相手の8番のですね、アバス・ジャシムですね、まあ、彼の動きをいかに封じられるかという、まあ、そういった予測はされたんですが、まあ、そういう意味では9番のですね、急遽今日試合に出場ができたというアリシャニー、まあ、こちらが不調だった分この2人が非常によく機能していると思うんですよね。うん、そして伊藤 の前半終了間際に見せた足技、はい、あれがなんといっても伊藤の魅力ですよ ね。 そうですね、まあ、彼はやはり突破力ありますし特にゴール前強いですからね。そして両ウィングバック森岡12番と左の4番の菊池、はい、まあ、相手の右サイドの攻撃に対しては菊池君非常に守備面でも貢献してますし、また何度かチャンスがあった時には前線出てますね、はい、まあ、森岡君が今日は何といってもやはり右サイドから崩すという意味での一つのキーポイントになると思うんですけどね、そして14番の中田19歳ですが、加藤さんかなり褒めてましたね、今日は非常にいいところでボールを奪った後のスルーパス、これ非常にいい狙いがあると思いますね。そしてトップのジョーと松原ですが、まあ、立ち上がりこそ2人ボールくさび受けられなかったですけれども、徐々にポジションチェンジを繰り返しながら相手のマークを振り払うという、そしてゴール前の特徴というのが特にジョー君なんか最後の方出てますね、まあ、松原はちょっと今日は不運なのか一生懸命抑えたボールも打ってますがなかなか枠に飛ばないケースもあって、そうですね、でもそれだけチャンスは回ってきてるわけですから、ぜひ後半に期待したいですね。さあ今度はイラクを見てみましょう。イラクのポイント、この4番ハリド・サバル、5番サディク・アブドゥル・ビダ、この2人は強いんですが今日はその前の方、
16番のモハメド・ナイームがやはりキャプテンほどの仕事ができてないでしょうかね。そうですね、できてないですね、まあ、それとあの5番のサディク・アブドゥル・リダがジョー君についてんですよね、ですからジョー君が、左サイドへ流れた時に、リベロの4番のハリド・サバルが外へ引きずり出されてしまうんですよね、はい、こういった守備が非常に多かったですね、うん、これによって日本が非常にチャンスを多くつかみましたね。特にジョーがその条件が分かってき始めて、まあ、ポジションを動かしながら相手を引っ張り出すというね、はい、そういう働きもできるようになりました。さあ8番のアバス・ジャシム、9番のアル・シャニーン、この2人ですが途中までは良かったんですがね。そうですね、立ち上がりこそ良かったんですが、やはりアリ・シャニーンの方がどうしてもあのスピードに乗った攻撃ができない、はい、まあ、やはり左もも裏の負傷というのがちょっと影響しているように思いますね。そしてトップのアーミル・マハさんとカハタン・ドレインですが、アーミル・マハさんの方が途中から少し下がってボールを受けに来るようになりましたね。そうですね、まあ、やはり、10番のターゲットマンであるカハタン・ドレイン、はい、彼がボールを受けてそれを早く7番のアーミル・マハさんが引き出すと、はい、そういう感じになってますね。さあ交代がイラクあるかどうかですが、それでは前半のハイライトを少しご覧いただきましょう。ひねって滑りやすくなっています。バーラムのスタジアム、このガンの左下、手前の方に選手が一人待っています。さあクリーンになった、キーパー出てきた、浮かした浮かした、ゴールが外れました。まあ今のは決定的でしたけどね。松原絶好のチャンス逃しました日本。完全にフリーの形になって、そうですね、ここでキーパーをちょっと見すぎたっていう感じもしますね、まあ、それだけあのスインアバスもいいタイミングで詰めてきたということもありますけどね、ちょっとインにかかりすぎましたか。そうですね、自分では乗せたというつもりあるんでしょうけどね、ちょっと切れてきましたね。ただ今の速攻は素晴らしかったですね。まあ、こういうふうにフリーで外してしまった後の心理的な影響なども伺いましたが、これ切り替え方によってはこういうのがたくさんあるんだと思い込まないとダメですね。そうですね、まあ、本人は決めてやろう決めてやろうというふうにあのなるとは思うんですけどね、この辺りから日本がだんだんとつなぐサッカーができるようになってきましたが、日本の得点が生まれたのは27分から28分にかけてです。雨には慣れて、そうですね、いると考えていいでしょうかね、はい、しかもあのこの芝は国立競技場の芝生と非常によく似ていて、かつてのムルテカスタジアムのようなやや平べったいほうれん草のような芝とはちょっと違います。サイドをえぐってきた、センタリングだ、胸でストップした、シュートだ、こぼれ球、日本決めました。日本1点を先制。ジョーですね、今度はしっかりと当ててみせました。日本が雨の中イラクを相手に前半の28分、ジョー昌司先取点を叩き出しました。この広永君のシュートね、よく詰めましたね。実にジョーらしい得点ですね。日本の攻撃を中心に前半を振り返ってご覧いただきました。このアトランタオリンピックのアジア最終予選グループ分けを改めてご紹介しようと思いますが、日本は A グループです。日本、イラク、アラブ首長国連邦、オマーン。日本の対戦相手はイラク、オマーン、アラブ首長国連邦の順です。 B グループには韓国、中国、サウジアラビア、カザフスタン。加藤さん、この B も相当強いですよね。これも強豪揃いですね。そしてこの両グループの上位2チーム、勝てば勝ち点が3、引き分ければ勝ち点が1です。 V ゴール方式ではありません、このリーグ戦。この勝ち点の多い方が上に来ますが、上位2チームずつが準決勝に進みます。その組み合わせは A の1位と B の2位、 B の1位と A の2位と、この中の決勝戦に進んだ2チームと3位決定戦に勝ち残った3チームに切符が与えられます。
さあ両チームの選手が出てきましたが、日本の方は加藤さん、変更はここから見る限りはなさそうですね。そうですね。一方のイラクの方は17番の選手が入ってきました。後半です。雨が小降りになってきました。1対0とリードしている日本。16番のモハナド・ナイームに代わりまして、モハナド・カリムが入りました。加藤さん、日本に注文をつけていただくとどうなりましょうか。そうですね、やはり一つはその後方からの長い縦パスですね、このあとこぼれのあとですね、こういったものをしっかり拾えるかどうかということですね。森岡外へ行きます。ファウルを取られました。それと何度か前半に相手の速攻を許しているんですが、それはコーナーキック、攻めのコーナーキックをした後なんですよね。この辺のポジショニング、さあ森岡スペースへ、ポジショニングは気をつけなきゃいけないですね、はい、足を蹴られたんでしょうか。足首をちょっと痛めました。さあ逆に開くです。日本が1対0とリードしています。タハタンドレイン、先ほどのご覧に入れた字幕の中で一部誤りがありました。大変に失礼いたしました。サイドを巡ってくる。この9番のアリ・シャニーン、左の太ももにテーピングをしていますが、日本の選手は秋葉が入っているようです。ちょっと田中君リベロと交代してるかもしれませんね、はい、なるほど。一番最終ラインの後ろ、今このボールのケアに行くところ、この選手がどうやら秋葉のようです。まあ、前半田中君がちょっと負傷してましたのでね、まあ、そういった影響があったのかもしれませんね。秋葉です。秋葉が入っています。ジェフの秋葉が入りました。日本お互いに1人ずつ選手を変えています。サイドを使ってくるイラク、中でくさびを使う、クリアです。イラクの後半の立ち上がりは加藤さん、少しサイドを使う意識がまた強くなってきた。そうですね。それとやはりボールを動かすということをだいぶ強調されたような感じがしますね。雨が上がりました。クアラルンプールシャーラムスタジアム、タッチラインを割って日本ボール。日本のスローインです。イラクの方はモハナド・サイムに代わって、ナイムに代わってムハナド・カリムを入れましたが、この交代は加藤さんどういうふうに見ますか。一つは中田君に対するマークという問題もあると思うんですね、それとモハナド・カリムは予選でも2得点ぐらい上げてますからね、はい、さあイラクのコーナーキックです。ショートコーナーの体勢か。8番のアバス・ヤシン、放り込んできた。日本ボールのゴールキックか。改めてコーナーでしょうか。改めてコーナーキックです。アバス・ジャシン、この選手は足技の非常に切れる選手。ミドルシュートがあります。
さあ前に送る、ジョー松原来ました、逆サイドフリーになっている、中田から松原へのボール、ちょっと弱かったですかね。アバスジャシン、またジャシンが来る、こういう技を持っている選手。さあ菊池です、前に送る、スペースへ流れます、インターセプトから手前を使ってきます、ジョ放り込む、シュートチャンスだ、中田流します、まだ日本1対0とリードしている、しっかり体を寄せている日本のディフェンス、今日はあの広永のディフェンスも非常に光ってると思いますけど、そうですね、非常によく頑張ってますね、アンワル・ジャサム監督はかつてのモスクワオリンピックに出た時のイラクチームの指導者でした、ブライダス、後半の6分を回りました、雨が上がって、しかしまだ下は相当に滑りやすい、選手にとっては集中力を欠かすと展開が変わってしまいそうなコンディションです、早い上がりです、繋いできた広永、菊池、それから後半に入って鈴木君と白井君も変わったようですね、今情報が入りまして、秋葉と白井が入りました、白井君があの相手10番のカートンドラインについてますね、はい、途中で変わったムハナド・カリン、おっとオフサイド、前半にもオフサイドが1回だけでしたが、後半初めてのオフサイド、日本は鈴木が、まあ、変えられたというのはどうなんでしょうか、あのイエローカードのこともちょっとあったんでしょうか、それもあると思いますし、それとあのやはり相手の10番のカーダンドラインですね、彼が非常に大型で強いタイプですから、はい、まあ、そういう意味では白井君の方があのマッチアップとしてはいいのかもしれないですね、真ん中に寄せてきます、ここは日本選手、菊池サイドを使う、松原日本のディフェンシブハーフでは伊藤がこのアリ・シャニーンとアバス・ジャシムのポジションチェンジに対してしっかり対応しています、前半の27分から8分にかけて日本が1点を取りました、その得点がまだ両チーム動いておりません、また日本右を使ってくる、中田中田いきます、この辺りの一旦捉えても諦めないところ、広永
あっと、イラクボールです。アバスコダン、森岡、松原行きます。松原のチャレンジ、ミドルシュート、相手もその湿った芝をよく考えてシュートを打ってきます。 そうですね、それとちょっと今日本の選手の足が止まってるような感じですね、はい、後半の10分が回っています。先ほどのミドルシュート、川口はしかし非常にこのなんて言うんでしょうか、しなやかに落ち着いてるっていうんでしょうかね。そうですね、集中本当よくできてますね。アバスジャシン、日本の攻撃が少し止んでいます。まあ、1点ですから加藤さん、気持ちの上で別にゆとりはないと思いますが。そうですね、ただこういったその後半入ってからですね、こういった状態が長く続くとピンチですね。この辺の切り替えを本当はフィールドプレイヤーの中でキャプテンがいますとまた声が出るんですが、今日のキャプテンは川口、日本ボールのフリーキックです。こういうセットプレーなどを加藤さん、一つの切り替えるタイミングにしてるんですよね。おそらく大量の雨が降ったことで相当にこの見せかえるような感じになっているはずですが、ピッチの上中入れてきた、ポスト使った、もう一度外か、あっとタイミング合いませんでした。気持ちはお互いにあったんでしょうがタイミング合わなかった。後半に入って初めてそのくさびを使ったプレーです。ポストプレーを使ったプレー、久々に出てきました、アーミル・マハさん、日本ピンチだ。よくこれに対応しました。ここは秋葉落ち着いてましたね。この練習はしかしこっち来ても日本はかなりやってましたね、はい、左右からのやはりボールに対する守備ですね。右のウィングバックのアデル・フダイル、2番、日本は後半のこの時間対応注意、途中から変わったムハンド・カリム、放り込んできた、湿度が非常に高くなっているはずです、クアラルンプール、シュートだ、イラク同点に追いつきました。川口の手をかすめてネットの中へ、強烈なシュートでした。ちょっとここの寄せ振り向きざまでしたね、一瞬遅れましたね、まさかシュートあるかっていうふうに思ったのかもしれないですね。イラクが同点に追いつきました。一息つきました。9番のアリシャニン、これ痛めてる方の左足ですね。そうですね、それをもう振り切って蹴りましたね。さあ日本としてはまた振り出しに戻された。逆に気分的にはこれでイラクの方が優位に立ちかねません。まあ、これで気持ちがネガティブにならなければいいんですけどね。森岡、後半の14分、イラクのアルシャニーンの個人技による得点です。まだしかし加藤さん、時間は随分ありますし、はい、日本は負けたわけではありませんで、同点に元へ戻っただけのこと。そうですね、その気持ちの切り替え、
まあ、ちょっと選手の足が動かなくなってきた、まあ、そういった状況の中で今押し込まれてしまったんですけどね。上村日本ボールです。日本は前半にあれだけチャンスがありましたから後半もチャンスがあるというふうな前向きの考え方が必要です。そしてそれをまた作っていくことも必要。相当加藤さん足元滑りました。それもありますけれどもやはり落ち着いて行こうと、じっくり行こうとそういう気持ちがですねこういった環境の中だと逆に足を止めることになってきてしまうんですよね。日本とイラク、イラクが後半に入って同点に追いつきました。日本ボールのスローインです。入れるのは森岡、伊藤、森岡、日本ボールです。中田ゴールキックに変わります。残り時間がまだ30分近くあります。まあ、お互いにこれから先の勝負、まあ、ですから流れの中でこのチームの中にいるフィールドの中にいる選手がこの今の状態は非常に良くない状態だと、いうことを気づいてお互いに声を掛け合えるようなそういう風になればいいんですけどね。日本は2人選手を交代していますので交代できるのはあと1人、まあ、といっても今日のリザーブの中にはフォワードの専門家はおりません。中盤の遠藤、やはりこうしたスローインなんかのボールの引き出しというのも非常に消極的ですよね。また伊達がつなぎ始めている。日本のタイムがちょっと後手になっています。ミドルシュート、日本選手のこぼれ球に対する反応が鈍い。またミドルシュートレンジだ。さあイラクの方がボールへの執着心があります。また打ってきた。日本はクリアが精一杯です。本当に足が動きませんね、はい、もう相手がフリーでゴール前ドリブルしてくるときも誰もプレスに行けないんですよね、はい、さあ久々に前にボールが出てきた、まあ、ここは辛抱のしどころですね。イラクは何度もオリンピックに出場したことがあります。ロサンゼルスもソウルもあります。また裏へ出してくる、スペースへ出る、チャンスになる、シュートだ。相手のミスに助けられました。日本のピンチ、まあ、何か前半の終わり間際の逆を見ているような、そんなシーンですね、まあ、ここでも寄せきれてないですね。この9番のアリ・シャニーンに対して上村が対応に行きましたが、やはり8番のアバス・ジャシムからのボールですよね。かろうじて上半身が重心の後ろにかかったアリ・シャニーンのミスキックに助けられました。日本サイドを使います。森岡前は空いている。この辺も中途半端。中田放り込む、飛び込んでいく。中田らしいボールでした。広永から伊藤へ。ちょっと伊藤の気持ちも少し体力的についていけないか。
ボールを動かしてきます。イラク。今度は左を使う日本。意図はありましたが通してくれませんでした。イラク。日本、日本のコールが起こります。クアラルンプールのシャーランスタジアム。森岡、また森岡つないできた。動かしてきましたが結局身を結びません。今のは伊藤が絡んできました。同点で迎えています。コーナーキックです。イラクのコーナーキック。あの中盤の底からの長い右左のスペースを使うボールは要注意ですね。そうですね、まあ、それとあのポジション配置の部分ですね、あのイラクに対して日本の方が非常にバランスが悪いんですよね、自分のポジションに早く戻ってきてからその守備の体系を整えるっていうんですかね、そういう意識がちょっと今やはり薄くなってますね。これは何が原因ですか。まあ、やはり一つはあの疲労という問題もあると思うんですけど、上がってきます。オフサイド。もう雨がすっかり上がりましたが30分以上にわたって降り続いた雨のためにこのグランドコンディションは選手にとっては本当に蒸し風呂のような状態じゃないでしょうか。まあ、しかし両チームにとって加藤さん条件は同じというようですね。はい、ボールを使う。こういった切り替えも早くしなきゃいけないですね。ボールに対する寄せがイラクの方が上回っています。1対1の同点ではありますが苦しいのは日本。ミドルシュートが来た。まあ、これまでかなりミドルシュートを打たれてますがこのミドルシュートに対する心配これはどうでしょう。はい、フリーでなければさほどあの問題はないと思うんですけどね。はい、まあ、やはりこういった形で誰も詰めてないコース上にディフェンスもいないこういうのは非常に危険ですよね。1対1の同点です。日本前半の28分ジョーのシュートで先制しましたがその後何度もチャンスがありながら追加点なし。一方のイラクは後半に入って14分、9番のアリ・シャニンの左足のシュートが川口の手を弾いてネットを揺さぶりました。日本ボールです。後半の24分を回っています。スペースへ入ります。日本ボール。さあこういう段階では何を言っても届かないかもしれませんが加藤さん、はい、必要なものを挙げていただくとどうなりましょう。まあ、やはり相手ボールになったら早く自分のポジションに戻り体勢を整えてから、コンバインとして守備をするということですね。はい、もう一つはあの攻撃の時はやはりボールを少し早く動かす、繋ぎます。こういうボールをですね大切に動かしてもらいたいですね。この辺の1対1の競り合い
日本ボールです。得点は1対1の同点。ジョーが前半の28分に日本の先制で始まった試合ですが、25分を回りました後半。先ほど20分ぐらいから日本ベンチも、西野監督はじめね、座っていられないという状態が続いているんですけどね。これから先体力が回復するという時間帯ではありません。さあ永田囲まれている。ゴールキックです。ただそういう意味ではね、やはりいい形が作れる、あるいはその得点チャンスに回ってくるとまた違った意味で、底力的なもの出てきますからね、はい。まあ、一つそういう意味での気持ちの切り替えになるようなプレーがあるかどうかですね、はい。そういう面で言いますと逆にこれは精神的な体力になってきてるんですね。なるほど。伊藤としては相手が欲しいところでしょうが、これも珍しいプレーです。まあ、今のようなのもできるだけパスが交換が成功したらそれをうまく流れを大事にして、このある意味ではシンプルにいった方がいいんですよね、はい。伊藤の上がりにはそれこそおとりにはなりましたが、伊藤のポジションからしますとエネルギー消耗だけ残ったということになりましょうかね。寄せていく選手が少ない。ミドルシュートだ。まあ、今田口君も、ね、ボール持ってボールを引き出すプレイヤーが出てこないんで、はい、ちょっとイライラしてるシーンありますけどね。まあ、今のなんかまだ寄せ切れてないですね。ですが日本もう少し早くできないかと苛立たせます。パス、あるいはボールコントロールでのイージーミスというものが本当に体力消耗を早くしてしまいますからね。逆に言いますとね、はい。左を使う、右を使う、スピードが上がる。日本ボール。よく頑張りました松原。森岡が入れます。そう、伊藤にしてもらしくないプレーでした。まあ、しかし伊藤のポジションからここまで上がってきてああいうプレーをするというのは相当のスタミナもいりますし、そうですね。まあ、それとやはりオーバーラップあるいはクロスオーバーとした後ですね、こういうコンディションの時はできるだけその選手を使ってあげるというのも一つの考え方ですよね。後ろから上がってきた選手をただの相手の選手を釣るための動きだけにしないという、まあ、そこにボールを渡して、まあ、それがまたリフレッシュする材料にもなります、はい。さあ森岡いい形になった。後ろから相手が来ているが今は打っていきました。今のはねビッグチャンスでしたけどね、逆サイド3人いましたからね。ま、森岡らしいといえばらしいプレーではありましたが、しかし久々のこういった相手のゴールを狙おうという気持ちの出たプレーじゃないですか。そうですね。まあ、少しずつこういったプレーが出てくればまた日本のペースというものがつかめてくると思うんですけどね。日本にとって大事な第一戦、どのチームも第一戦は負けたくないというのが非常に強い気持ちであるはずです。日本の場合は先のことを考えてとにかく勝っておきたいというのが第一、そして第二的には負けたくない。広永、はい、よく頑張りましたね。
永田さあ遠藤を用意し始めています日本マリノスの遠藤が入るときますとウィングバック右のウィングバックで入るんでしょうか森岡との交代かあのスペースへ入れてきた川口からの声が届いているでしょうか メインスタンドからの拍手が大きくなってきました日本の地元の応援団です日本からもかなり大勢のサポーターたちがこのシャーラムスタジアムに詰めかけていますここで交代です森岡に代わって遠藤を入れますさあ加藤さん森岡に代えて遠藤を起用することになった、はいまあ、やはりあの遠藤君 の, その突破力ですね、を生かしてやはり右サイドからもう一回攻め込もうとそういうことじゃないですかねこれで日本は3人目の交代を終えましたさあチャンスになるミドルシュートかまだ打たない、流してきた速い寄せでしたイラクボールはまだ生きている日本ボールですスローインは遠藤フリーになる松原だ流してきたまだチャンスはあるヘディングのチャンスシュートか切り返す中へ放り込むよく防ぎましたイラク今ねジョー君落ち着いてましたけどねいいボールコントロールしたんですけどねまた少し遠藤が入ったことで日本チームに活性化の兆しが出てきましたしかし相当消耗しています後半の32分を回りましたイラクの選手が、あのジョーがシュートするあたりのプレーでしょうか。そうですね。あの2人でディフェンス体張って飛び込んできましたからね。この後のプレー。これはチームメイト同士であるいは交錯した可能性がありますが、倒れたのは14番のハイドル・マジードでしょうか。2番のアデル・フダイルかさあ治療の間に入れるマジードのようです倒れたのはストッパーの入れるマジード今日本は11人イラクは10人ですこういうチャンスを大切にしなければいけません日本、まあ、とにかく選手に話を聞きますと選手が倒れている間にでもシュートチャンスが生まれるんだということを言いますよねそうですねまとめ時間があと10分少々になってきました中田日本のいやゴールキックですチームともに1対1のままイラクの選手が戻りました11人と11人に戻ってきましたと遠藤立ち合いを割りましたが1対1のまま残り時間があと10分です日本の声が響きます
まあ、今度はここでイラクのディフェンスの方もかなりあの今苦しい時だと思うんですよね、今国際試合の場合は本当ここからが勝負ですね、ドラン中田が左に流れていきます。中田が中に切り返してきた。上村ルースボールに対する日本の対応がちょっと遅い。遠藤が行きます。イラクボール。さすがに遠藤だけはなんかこう体がまだ切れてますね。そうですね、まあ、逆に言えば彼を使いたいですよね、右サイドからの攻撃。伊藤、遠藤、伊藤、さらに遠藤へ、ファウルがありました。イラクのファウル、誤っていますがイエローカードが出たようです。後ろから払いに来ました。さあ日本のチャンス、一斉に飛び出してくる。キーパーが、これは中へ放り込む。高さは日本あります。イラクボール、サイドの攻撃です。カバーに入る、コーナーキックです。相手もしかしディフェンスラインからの攻めは早いですね。そうですね、まあ、やはりこの10番ね、ターダンドライン突破力ありますからね。一転して日本のピンチ、イラクのコーナーキックに変わります。特にこのサイドのコーナーキックなんか嫌な感じがしますが、そうですね、セットプレー本当に気をつけなきゃいけないですね、特にこの時間帯。得点は1対1の同点。ショートコーナーはなさそうですけどね、はい、残り時間があと8分を切りました。最初の同点です。クリアです。バッターが見られました。イラクボールのフリーキックです。残り時間があと7分少々です。吉田がちょっと躊躇しているか。遠藤を使います。白井へ、前には菊池、久々に菊池にボールが当たりました。もう一度菊池へ、菊池が上がってくる、寄せる中田、アリシャニー裏へ出します。ここから早く回したいですね。左を使ってきた、いい形になる。さあ突破できるか。後ろからのシュート、チャンスだ。シュートは間に合わなかった。まあ今のも決定的でしたけどね。広永疲れ切っていました。広永分かっていましたが、そこまで足が来なかった。そうですね、まあ、逆にイラクの方もこれはもう決定的ということで、よく戻りましたよね。さあ日本ボールのコーナーキック、中盤に来ての日本のチャンス。相当選手は消耗しています。中田がボールが戻ってくるのを待っている。上村が入っていきました。ニアを狙ってきた。イラクのカウンターです。イラクの選手のサポートがない。ここは危ない、日本危ない。よく足が出ました。アウトサイド、日本翻弄されている。
三振丸ミドルシュートが来る、こぼれ球だ、感じます。後半の40分を回りました。さあ加藤さん、残り5分になってきましたね。そうですね、もうここからが勝負ですよ。本当に日本の戦い方、勝ち点1か勝ち点3か勝ち点0かというその、まあ、そういうこともあろうと思いますが、さあチャンスがあればもちろん相当消耗しています。もちろん中田はチームの 100% ではありません。川口、その戦い方としては引き分け狙いという言葉がありますが、はい、この一戦に限ってはどう見ますか。そうですね、この展開でしたら勝ち点1が取れればそれでもいいと思うんですけどね、はい。さあイラクはトップのカハタンドレインに変えて、あ、15番の選手を入れますね。アッサム・ナジですね。足の怪我で今日は出てこないと思われていました。ナジが入ってきます。サムが出てきます。1対1の同点で、そして残り時間はあと手元の時計では3分半。そこでサムナジ、フォワードの選手を用意しています。まあ、なんとか勝ちに行こうというのか、前からプレッシャーをかけていこうというのか。スローインは遠藤です。日本ボール、中田にボールを送る。遠藤だ、遠藤だ、センタリングだ、シュートはこぼれ球、日本まだ攻めるが、イラクのボール、日本ボールを取った、攻める、伊藤だ、遠藤、あっと、これはピンチになる。相手は4人、日本3人、遠藤が戻ってくる、体を張った、残り時間があと2分。まあ、逆にこの時間になって相手も15番のフサムナジを出してきたということはもう本当に勝負に出てきてますね。日本があまり気持ちの上で守勢に立たないことですが、サビにならない、内のゾーンに来る、一人走る、中を使う、もう一度菊池、逆サイドに振る、広永、菊池、上村、中田、ちょっとコントロールの悪かったボールに対してイラクボールになりました。コンボールのゴールキックに変わります。さあ後半あと1分になってきました。日本は集中力を切らすことは許されません。菊池、インターセプト、中田、相手バーがスルーした、よくキープしている、日本が攻めてくる、ミドルシュートは打たない、もう一度サイドに開く、遠藤来ます、放り込む、イラクのインターセプト、逆に今度はイラクのカウンター、アービル・マハさん、
スタイムに入りました日本。同点で迎えている。いやしかしイラクもなかなか攻め手がない。そうですね。日本も相当消耗していますが最後の力遠藤。この遠藤が入ってからは右の手前のタッチライン沿いからの攻撃が非常に多くなっています。中田。日本要注意です。内。オフサイド。イラクボールのフリーキックになります。あ、選手が相当消耗しています。このストッキングを上げるという行為自体が加藤さんね、そうですね、もうボール取りいけない状態ですからね、ただここ引き分けた時に選手自身が、はい、なんか負けたようなね、そんな気持ちになるかどうかというのも大きいですよね。まだしかし笛は鳴っていません。日本は最後まで攻める気持ちを残さないといけません。ここで笛。第1戦日本イラクに対して1対1の引き分け、勝ち点1を獲得しましたが消耗した戦い、疲れ切った日本代表でした。さあ加藤さん、この勝ち点1をどう評価しますか。そうですね、やはり、まあ、お互い同じようにですね、イラクも日本も、前半と後半に分かれて、チャンスピンチの数っていうのがあったような気がするんですよね、はい。まあ、そういう中で今日勝ち点1つ取れたというのは、まあ、初戦ということも考えれば、まあ、大きかったと思いますね。まあ、今日は日本は前園がいなかった、そして怪我人を多数抱えている中で迎えた第1戦、まあ、相手も同じように怪我人を2人抱え、そしてキャプテンが出場停止、はい、同じような状況で迎えて、日本にしてみますとどうでしょうね、前半のあれだけのチャンスにもう少しなんとかならなかったものかというね。そうですね、まあ、終わってみれば、ま、松原君はじめね、個人ではそういういろいろな反省があるかもしれませんけれども、まあ、チーム全体としては、まあ、初戦のこのグループの強豪と言われているイラクと引き分けたことで、次のオマーン戦に向けてね、また気持ち切り替えてやれるんじゃないかなと、そういうふうに思いますけどね。加藤さんは戦いの前にですね、まあ、昨日おとといの練習などを見ているときに日本のディフェンスについてもちょっと心配が、まあ、パーフェクトではないんだというふうなニュアンスをたびたびおっしゃってましたが、はい、日本のディフェンス全体についてはどうですか。ま、そうですね、守備での粘り、1対1の粘りとかそういう面では出てたんですけれども、あとやはり、前線へつなぐパスですね、これの精度を高めるということと、それから中盤と の, そのバランスですね、はい、この辺をもう少し考えなければいけないかなという気もしますね。さあ、それでは日本のまず選手点のシーンから見ていただきましょう。前半の28分にかかるところ、ジョーの得点です。日本は雨には慣れて、そうですね、いると考えていいでしょうかね、はい。しかもこの芝は国立競技場の芝生と非常によく似ていて、かつてのムルテカスタジアムのようなやや平べったいほうれん草のような芝とはちょっと違います。サイドをえぐってきた、センタリングだ、揺れてストップした、シュートだ、こぼれ球、日本決めました。日本1点を先制。女王ですね。今度はまあ、この得点だけではなく、これよりもさらに素晴らしいチャンスをたびたび加藤さん、結果的には実らせることができなかった。そうですね、逆に後半になって日本が2人選手を変え、イラクも1人選手を変えてきました。そのイラクが後半14分同点に追いつきます。放り込んできた、湿度が非常に高くなっているはずです、クアラルンプール。シュートだ、イラク同点に追いつきました。川口の手をかすめてネットの中へ、強烈なシュートでした。ちょっとここの寄せ振り向きざまでしたね、